皆さんこんにちは今回は江戸幕府の構造ですねあのー、歴史的な流れ年表でどんな人が勝ったり負けたりもやってきましたがそもそもこの後いろんな役職が出てくるそれが一体どういうものなのかどういう風に江戸幕府のまあ、植生と言いますけれどもねシステムが出来上がっていたのかということを見ていきます早速ですが今日のラインナップ行きましょう統治機構全体図そしてちょっと細かいところまあ、全体図の中で大老老中京都諸子大とか松武器を上代。 さらに今システムとして三奉行月番制なんでしょうねっていうことを見ていきますはいそれでは中身見ていくことにしましょう統治機構まずは全体図って書いてありますね統治機構全体図で一番中心に一番頭偉いところに将軍がいる征夷、まあ、大将軍ですね徳川氏これは当たり前かなと思いますその下のの下人というのは 後で出てくる最初はなかったものなので今はちょっと置いておきましょうその将軍のもとでどんな人がいたか聞いたことある人もいるでしょうか大老、老中、ね自社奉行、京都諸子大と続きますで、大事なのはまず行きましょう大老が一番偉いんですがこの大老は臨時って書いてあるということすなわち普段いないんですいない時の方が多いですだから普段は老中が一番上ということねで、大老が置かれたら大老が一番上になるしということ 遥か昔に同じような話があったのを覚えている人もいるでしょうか古代律令制度で大乗大臣なんていうのがあってあれも倫理職なんだよね臨時で普段はいないで、いない時はそれが普通なんだけど左大臣が一番上同じような感じで老中がまあ数人いてねこの後やるけど合議で話し合いで3人から5人いて決めるんだけどちなみに老中はもっと年寄りなんて言いました最初はねその老中の上に大老が置かれた時だけはこれが圧倒的に偉い一人ですねそして 自社行、まあ、その名のとっすあとは京都諸時代若年寄りと続き先行っちゃうとこの一列「不代大名から任命」と書いてありますね。まあいうとこの一列この一列は不代大名これ後でちょっと大名とは何かもう一回やるけども大名偉い人が任命されこの隣は旗本といって 大名とととと比べるるるちちちょっっっっレベルはは低低くくななななゃゃううううね地位そそんな人任命されののがこの辺りとそういう風になってる実はこのどの列にあるかも大事だったりするんですが、まあ、そんな中で将軍直属1列目大事なものとして京都諸時代、まあ、でっかくなってますね京都諸時代どこに置かれたかは分かるわな京都ですよ。イメージちゃんと持ってこの時代江戸時代江戸幕府東京江戸にこれ幕府があって将軍いますけど京都にも普通に天皇いますからね。 天皇は天皇で続いてますからその京都重要なポイントには京都諸次第あとは老中補佐として若年寄り老中補佐として若年寄りなんていうのが置かれましたそしてその下にね今度は「大目付以下」あるんだけどこれまたもうちょっと詳しく見ていきましょうかはいでもうちょっと細かくねその下も見ていきます上から読み方「大目付」 状奉行町奉行、まあ、ちょっとこくぐらんあったりして奉行町奉行状態とありますまず若年寄りの部下として目付けこれ全部老中の部下なんですけれども老中のところにつなげてもいいかなこの老中の部下のこれがおかやすいかなもめけまず目付けは目をつける監視しますで誰に目付つけかって大名監視大目付け大名監視だから同じ大を替えてお目付け それ以外の直参って後でちょっと詳しくやるけど旗本御家人のその監視を目付け、まあ、今でもほらお目付け役なんてね監視役の人のことを言ったりするねそんな目付けとお目付け以外に勘定奉行はどんなことやりそうか想像つくかな勘定ですからお金ねお勘定なんてご飯食べたあというようなあの勘定これは今でいう大倉大臣財務大臣にあたるようなものそして町奉行なんとか町奉行奉行実はね 各幕府の直轄地、直接支配地、江戸をはじめとした町には武行が置かれるで、江戸には町武行大阪京都寸府というこの重要都市では町武行ただ細かいんだけどここちょっと空欄になってるねこの町がつくんだけど実は正式には江戸町武行のことはただの町武行っていうので、前にこれが例えば大阪でついたり ね、全部書くとごちゃごちゃになるからここを空欄にしちゃったんだけど京都町奉行寸部町部、まあ、こんなのがありましたでそんな町奉行の中でも実は江戸だけはちょっと特殊っつうか町奉行重要だから別にしてるのね名前もただ町奉行って言ったら自動的に江戸町奉行のこと何が特殊かってこの「二十丸」「一二三」「三つ」を総称して「三奉行」と呼ぶなんてね「三奉行」そのままですけど「奉行がつく」 これ三奉行と呼ぶでこの大阪とか京都駿府の町奉行はここには三奉行には含まれないちなみにちなみにこの自社奉行勘定奉行町奉行一番格が高かった最高格だったのはどれでしょうと言われたらどうお金扱う勘定奉行は自由だからこれが最高格である×罰ね違いますよこっち自社奉行まあ分かるよね大名が任命されるやつで将軍直属 格が高いですね。こんなのはちょっと引っ掛け問題とか引っ掛か,からないように注意そして勘定奉行町奉行、ね、大阪町奉行そこまでいかないその江戸とか大阪京都駿府までいかないけど重要な幕府直轄都市にはただの奉行これも本当は長崎奉行佐渡奉行日光奉行って名前つくんだけどね、まあ、この奉行というのがいっぱいありました長崎は港佐渡は後でやるけど金ゴールドが取れるすごく重要なとこなんだ日光は 遠く側家康の墓があるね。そして山田は宇治山田。ちょっと前にやったけどもこれが伊勢の国の伊勢神宮の門前町なんだね。そしてあとはね江戸城に基本将軍いますけど江戸城以外にもお城あります。二条城京都とか伏見城も京都の南ね。寸布城は静岡県寸布駿河ですけどこういうところにその お城って、まあえー、将軍の持ち物なんだけどね幕府の城だから幕府のトップ将軍の持ち物なんだけど将軍一人しかいない、まあ、将軍が土壌にいる時は他のとこどうすんのその将軍の代わりにお城を守る人これを城代と言います将軍の代わりにお城を任される人、まあ、こんな役職がありましたあとはさらにこの勘定奉行の下にね直接税金を取る人いわゆる年貢を将軍自ら取り行かない。 教が、ね、自ら税金取行かない、まあ、実際には聞いたことないお代官様の代官近世になると今まで児童とかね召喚とか言ってた税金取る人を代官なんていうふうに言います特にまあ10万石以上のすごいところには、まあ、4つぐらいしかなかったんだけど軍大これスペシャル代官だと思ってくださいすげえ代官スペシャルの大官普通の代官こんなのがありますちなみにこんなふうにいっぱい役職あっても見るのも嫌だとか思ってる人いないですか大丈夫ですか これ江戸時代ってねこういう役職ちなみに全部で何個あったか今分かってるだけでを超えます選んでちょうだい1,500個頑張って覚えるかたったその100分の1の15個にしてあげたんだけどどっちがいいこっちがいいでしょう。ということでもうこれ以上複雑にはならないから鎌倉室町と比べると大変なんだけどちょっと頑張ってもう一回ね写してみる、ね、この画面を止めてこの図を一回書いたりすると頭に残るかもしれません。 ね、あとはこの「二重丸をまとめて三奉行それから重要な役職ってまあ基本的に将軍とか大老以外老中以下はみんな月番制といって1ヶ月ごととに、ね、メンバーがちょっっずつ変わっていくんだよ4人後人いるようなところが多くて合議で話し合いを決めるんですがそのメンバーがちょっとずつ変わるなんで一人の人が同じ役職ずっとやってると飽きちゃうしね権力の集中なんてことにもなりかねないしね腐敗防止。 権力集中防止にこうやって一月ごとにメンバーがちょっとずつ変わるこれを月番制と言いました。こうやってまあ同じ役職の同じ人がずっといたりしないようにしてエドバケフというのはこれ二百数十年ずっと安定政権を続けることができるということになったわけです。はいそれでは最後練習見ていくことにしましょう。まい、あ、ります。まあちょっと略された形になってますけどね。 将軍がいて将軍のもとに老中とか寺社奉行の上ですね、まあ、臨時なんて書いてあるポイントというのを押さえながら大老大老ですねそれからその下同じ列大名から任命される仲間ですが朝廷監視当然朝廷は京都にありますからその朝廷の監視なんて言ったら京都ですから京都書士大。 京都それからこの老中の下に勘定奉行とか町奉行とかそのな口がありましたが二条城伏見城駿府城お城に置かれたものといったら、まあ、そのまんまって話はありますけど城城代、ね、代こんなのが置かれましたそしてこのさっきと同じ色ですね緑で寺社奉行勘定奉行 町奉行同じようなのがさっきもありましたね3つを総称してそのまんまだって話はありますけど3奉行ちなみにこの3奉行の中で最高格この図がなくてもね普通に文章だけで問題出てたとしても3奉行の中で格が高いのはこれ自社奉行なんていうのも押さえてください。最後養殖重要な役職は次々とと交代制で職務にに就いいたこれを1月ごとにメンバー変わっていく 月版制、月版交代という時もありますけど、まあこんなふうに言いました。はい、ということで、今回は江戸時代の植生、ね、とってもとっても、人間がいっぱい出てきて、勝ったり、負けたり、楽しかったでしょはい、なんですけど、ここはね、とにかく、一回ガッと覚えてしまう。で、実際、この後、たくさん出てくるので、大老とか、老中とか、出てきた時に、あ,あ。 あの話だっったかなって思うと、ちょっとややこしかったり面白くなかったりするところもイメージが湧いてくるというところなのでここ一回書くのもいいようなんて言いましたけれども押さえてもらってただこの中に大名とかいろいろ旗本とか出てきたそれが何でしょうというのがわからないとちょっとそれも難しかったりするから次回のねところもしっかり聞いた上で今回の復習をしてみるようにしてみてください。